安倍総理大臣の在職日数が今日で通算1806日となり、戦後歴代4位の中曽根元総理に並びました。2006年に発足した第一次内閣は持病の悪化で1年の短命に終わりました。2012年に自民党総裁に返り咲き、この年の衆議院選挙で勝利して第二次安倍内閣を発足させました。明日戦後単独で4位になり、さらに来年5月には戦後3位の小泉元総理を抜くことになります。自民党の総裁任期は来年の党大会で連続3期9年に改められ、3期目の任期満了となる2021年9月まで務めれば、戦前の桂太郎元総理を抜いて歴代最長になります。